この時間は第二スタジオにゲストをお招きしています。本日東証マザーズに新規上場となりました証券コード4594株式会社グリーンペプタイド代表取締役社長永井健一さんです。永井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは上場おめでとうございます。どうもありがとうございます。上場初日を迎えられて今どんな心境でいらっしゃいますか。はい、無事上場を迎えられましたことを大変嬉しく思いますとともに、今後ですねより一層の責任感を感じながら事業に邁進していきたいと思っております。株式会社グリーンペプタイド事業内容からご紹介いただけますでしょうか。はい、私どもはがんの免疫治療薬を開発しております。具体的には人がですね本来備え持っております免疫系にがん細胞をですね攻撃するよう命令を出す指令を出すそういったメカニズムを持つ治療薬ががん免疫治療薬でございまして、その中でも特にですね私どもはそのがんペプチドワクチンと、このがん細胞がですねこの細胞内で作り出すペプチド、これをがん細胞が表面上にですね提示しておりますので、こちらに対してですね免疫系のその T 細胞がこのペプチドを攻撃の目印としてがん細胞を攻撃すると、このペプチドをいわば模倣品をですね化学合成で作ってそれを人体内に投与するとそういった治療薬を開発しております。がん治療の第4の治療法ということで注目されているようですね。はい、こちらはですねがんの伝統的な治療法として外科手術放射線療法それから化学療法という三大療法がございます。なんですけれども、患者さんはですねいずれ、この、三大治療法が、効かなくなってやがて打つ手がなくなってですね、そういった患者さんがいらっしゃるとそういった患者さんに対して、いわばですね、第4の治療法という呼び名が、定着しつつあるんですけれども、ここでそのがん免疫治療薬ですね、これが現在その世界的にその注目を浴びている分野でございます。では実用化を目指されている具体的なお薬についてお話しいただけますでしょうか。はい、まずはリード開発品の ITK1 でございますけれども、こちらは、ガンペプチドワクチンでございましてもう富士フィルムさんの方にライセンスアウト済みでございます。今現在第3相試験を、実施中でございまして、この6月にですね中間解析を通過したところでございます。もう一つはですね、こちらはその米国で開発中のものでございますけれども、先月ですね、米国 FDA に対する治験届の申請を、終えまして、これからですね、第一適用としてメラノーマを、悪性黒色腫を対象に、臨床試験に入るところでございます。わかりました。では続きまして、足元の業績に関しましては、今どのような状況でしょうか。はい、2011年の11月に富士フィルムさんの方にライセンスアウトをしておりましてですね、こちらはそのリード開発品である ITK1 の方でございますけれども、そこからですね、富士フィルムさんから、第3相試験の実施において開発協力金を、いただきながら、試験の遂行をしております。そのため、売上高の方はですね10億弱のところまで積み上がっておりまして、ITK1 につきましては、この時からもう黒字化をしておりますので、2012年3月期から14年3月期にかけて3期連続の黒字となっております。ですけれども前期のですね2015年3月期からはこちらで先ほどお話ししました GRN1201 これは私どもが日本で創出した創薬コンセプトをグローバルに発信するそのための共闘歩となるプロジェクトでございますけれども、そちらの開発投資を本格化しておりますので4億強の純損失となっております。では今後の業績見通しについてはどのようなイメージでしょうか。はい、黒字化しているその ITK1 に対して GRN1201 これはいわばその弊社がグローバル展開するためのですね先行投資機関となっておりまして、足元赤字でございます。なんですけれども数年後をめどにですね ITK1 につきましては第3相試験が終わり、次のライセンス収入であります開発マイルストーン報酬それから上市後のロイヤリティが入ってくる段階に移りまして、それから GRN1201 もこちらは
をですね、グローバルのメガファーマの方にライセンスアウトを果たすことによってライセンス収入が入ってきますので、数年後会社全体がですね、黒字化に入るという利益展望を持っております。では御社の特徴についてさらにお伺いしたいと思うのですが、社長からご覧になってどんなところに強みがあるんでしょうか。はい、3つに絞ってお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、開発実績でございます。開発到達点でございますけれども、今現在そのリード開発品の ITK1 は第3層臨床試験の中間解析を通過したところにあるワクチンでございまして、本邦におけるそのがんワクチンの開発におきましてはより進んだところにあり、より承認に近いところにあり、かつですね、去勢抵抗性前立腺が対象でございますけれども、こちらにおきましてはオンリーワンのですね、顔面疫治療薬候補となるものでございます。2つ目は技術の話でございますけれども、これは免疫反応の多様性に対する技術でございます。免疫反応を早くより強く立ち上げるというのがポイントなんですけれども、がん細胞それからその人の免疫反応は多様性に富んでいるという問題がございまして、そのばらつきが原因でですね、免疫反応がばらついて、その免疫がですね、早く立ち上がる前にがんが増殖してしまってですね、そのスピードに負けて臨床効果が発揮できなくなるという課題がですね、がん免疫治療薬の開発には課題としてございます。それに対して私どもはワクチン投与前にですね、免疫メモリー、免疫記憶を検出いたします。これは免疫系がですね、過去にペプチドを目印としてですね、がん細胞を攻撃した経験、記憶を有しているかどうか、有している場合にはですね、微妙な免疫反応が残っておりまして、それをこちらもその弊社が独自に開発しました技術によってそれを検出し、そういった免疫強化が残っているペプチドだけを投与すると、これは免疫反応しやすいペプチドイコール免疫を早くより強い立ち上げ、より臨床効果に結びつくという特徴がございます。3つ目はですね、これは私どもがですね、手掛けております開発領域自体の話になります。がん免疫治療薬はです、今世界的に見てもその導入取引が多く発生している開発領域でございます。こちらはですね、数年前に従来にない延命効果が示されたがん免疫治療薬が台頭しましてですね、今世界中でですね、非常にその注目を集めている開発領域となっております。特にですね、免疫チェックポイント抗体という免疫のブレーキを解除する仕組みの治療薬、がん免疫治療薬がございまして、これをメガファーマが持っております。そのメガファーマがですね、さらにその臨床効果を上げることを目指して、がん攻撃のですね、目印となるがんワクチンですね、これを組み合わせて使おうという併用療法の動きが非常に活発に起こっておりまして、同時にですね、そういったがんワクチンをメガファーマが併用療法のために導入するという取引件数、それからその取引規模ですね、も増加、大型化しております。そこにですね、GRN1201 米国でこれから開発を進めるものでございますけれども、それを当てていきたいと考えております。では今後のビジネス展開についてお伺いしたいと思います。どのようなことをお考えでしょうか。はい、現在は中間解析を乗り越えた国内の第3層試験実施中のパイプライン治療薬候補が一つ、それからですね、米国で臨床入りを果たしたがんワクチンが1本という立ち姿になっております。リード開発品 ITK1 につきましては、これから数年間のですね、第3層試験の実施を経て、この間はですね、富士フィルムさんに開発協力金をいただきながら試験を実施することになりますけれども、第3層試験試験を終えた後に承認申請、それから当局の審査を経て承認という運びになります。この段階では追加的なそのライセンス収入が入ってくる予定になっております。GRN1201 につきましては、これからですね、免疫チェックポイント抗体との併用でライセンスアウトをするというのを目指しておりますので、こちらもですね、数年後にそういったライセンスの機会がオープンし、ライセンス取引を実現させていく予定でございます。
それからもう一つですね、弊社の強み、先ほどの3つに追加してですね、もう一つやはりその私どもですね、久留米大学の方から200種以上にわたるですね、がんワクチンのシリーズ抗原をですね、承継しております。これ物質特許の形で承継しておりまして、こちらはですね、ペプチドワクチンの次の世代のですね、がんワクチンのプラットフォームに載せて製品開発を進める余力を持っておりますので、そちらも進めていきたいと考えております。わかりました。では最後に投資家の皆さんに向けて社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、私たちは未来においてがんで亡くなる患者さんがいなくなるよう、そういったその治療薬を開発しようと考えております。そのがんの制圧に向けたですね、力強い第一歩となるようながん免疫治療薬をこれからも作り続けていきたいと思っております。この度上場できることによってですね、私どもがそのフィールドにですね、立ち続けていくことができるということになりまして、これもこれまで支えてくださいました株主の皆様、それから今後もですね、引き続きお力添えをいただく株主の皆様のおかげだと思っております。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。株式会社グリーンペプタイドの永井健一社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。